悪魔執事と黒い猫続きからやっていきたいと思います。なんか表紙画面変わったんだけど、これ大丈夫？どういうこと？前回ボスキさんだったよね。何が起きた？まあやっていきますかね。とりあえず前回は、まあ新しいグロバナー家の当主様っぽい人に会いましたね。うん。で、今回は第7話、彼の心の中で続きから見ていきますね。はい。前回なんかベリアンが、なんか昔いろいろあったってことを聞けそうで聞けなかったのが残念でしたね。うん。ちょっとベリアンの絶望っていうのを見たかったんですけども。その日の夜、はいはい。いって。おっと、すっぽんぽん。いってて。ロノ君。もう少し我慢してね。ロノ君は我慢強いから大丈夫。なんすかそれ。では。はい、次は背中だ。消毒するよ。くー、絶対染みるやつ。うん。うんうん、背中の傷もだいぶ治ってきたね。だけど、油断は禁物。ちゃんと消毒はしておこうね。バイ菌入っちゃうからね。ねえねえ。ちょっとだけ染みるかもしれないけど、頑張って。いた。それにしても。暴行されたらしいけど、致命傷がないのは幸いだったね。そうですね。体を丸くして守ってたんですよ、ヨルヨン。さすがロノ君。ねえねえ。ところで、バスティン君が悪魔化仕掛けたって聞いたけど、そうだよ。主様とロノ君でそれを止めたんだよね。まあ俺というよりは主様が止めたって感じですね。この悪魔化が止まるっていう情報があればね、フルーレとかも安心してくれそう。だけどこれもベリアンに聞いたんだけど、ロノ君と主様がバスティン君の心のバスティン君の心に入ったと聞いたよ。ロノ君、一体何があったのか教えてもらえるかな。正直よく覚えてないんすよね。主様に手を握られてバスティンに触れた瞬間、あいつの心の中に入ったんですけど、心の中でバスティンが黒いモヤに包まれてたんですよ。黒いモヤ、悪魔化してたってことかな。多分そうだと思います。ほんと絶望のど真ん中にいるっぽい感じだったよな。そこで主様と一緒にバスティンの名前を呼んだんです。そしたらバスティンの黒いモヤが徐々に晴れていったんです。なるほどなるほど、とても興味深い話だね。それでバスティン君の悪魔化が止まったと。主様に特別な力があると考えるのが自然だね。どっちかというとムーだな。なるほどなるほど、教えてくれてありがとう。どうかな。それで今のバスティン君はどんな感じかな。正直前とあんまり変わらないんですけど。でもだけど一個だけ変わったといえば、少しだけ前より笑うようになったんすよ。笑うようになった。バスティン君が心理面で何か変化があったのか。うん。きっと彼の中で何かを乗り越えたんだろうね。どうなんすかね。これさ、知能天使がいるなら覚醒悪魔執事とか出てくんじゃね。なんかちょっと中二病的な展開が来るんじゃないか。胸熱な。それじゃあおしまい。よく我慢できました。いたた、ありがとうございます。あ、終わった、直して終わった。じゃあ次、第8話、向き合えるきっかけ。デビルズパレス裏庭、誰視点になる？バスティンか。翌朝、俺は朝日を浴びに裏庭に出ていた。朝日が気持ちいいですね。おバスティン、稽古中。これ夏服かっこいいな。ふむ、これでいいか。ここに剣を刺して。あれ、武器変わってね。バスティン？稽古中ってだけ？おはようございます。主様。主様。おはようございます。どうもどうも。剣を刺してって言ってたよね。これあれじゃない？荷物の準備してるんじゃない？バスティン行く気満々なんじゃない？おはよう、バスティン。バスティンさん。おはようございます、バスティンさん。ムー。ムーもおはよう。ミス。すまない。もしや、物音がうるさかったか？うるさくないけど、何をしてたの？そうそう、何してたの？ああ。これは、ジェシカの墓を作っていたんだ。ああ、そういうことか。昔のバスティンの仲間だな。そうなんだ。墓といっても、ただの石に名前を彫っただけだが、今まであいつの存在すらも忘れようとしていたんだ。向き合うことを忘れて、ああ。恐れてた。ごめん。だから、この墓は向き合えた証拠だ。そっか。主様。それもこれも主様のおかげだ。俺は特に何も。
お、また誰か。おはようございます。ウェリアン、ここにいらしたのですね、主様。おはようございます、ウィス。おはよう、ウェリアン。バスティン君。バスティン君もおはようございます。ベリアンさん。おはようございます、ベリアンさん。おや。この間話していたお墓、完成したんですね。ああ。ああ、この通りだ。お墓に剣ですか。バスティンらしいね。はいはい。そうだろうか。俺らしいか。ありがとうございます。ありがとう。そう言ってもらえて嬉しい。なんか照れてる。なるほど。バスティン君、穏やかな表情をしていますね。悪魔化仕掛けて以来、再び悪魔化する兆候は見られません。やはり完全に悪魔化から脱しているようです。すべては主様の力のおかげ。ベリアン、大丈夫？みんな主様に期待を持ってるけど、多分ムーだぜ。まあ、主様とムーのおかげって感じだろうな。あー、すみません。少し考え事をしていました。また誰か。バスティン。アーモンだ。おーい、バスティン。涼しそうな格好してるね。あ、アーモンだ。おはようございますっす。ミス。主様。ベリアンさん。アーモン君。おはようございます、アーモン君。ほら。バスティン、これ、頼まれてた花のナイス。アーモンさん。ありがとう。デルフィニウムっていう花っすよ。色がバスティンの髪の色に似てるっすよね。うん、そうだろうか。アモンに花を頼んでたの？まあ、お墓に備えるお花なんだろうな。ああ。墓の周りがあまりにも殺風景だと思ってな。素敵です。素敵ですね、バスティン君。だけど。まあ、もっと色々植えて派手にするのもいいんすけど。それはあんまりバスティンの好みでもなさそうだし。そうっすね。デルフィニウムだけでも十分綺麗だと思うっすよ。急な頼みを聞いてくれてありがとう、アモンさん。花に関する頼みならいつでもオッケーっすよ。いいやつや、アモン。バスティン君は以前よりも表情が明るくなった気がします。悪魔化を出したことと何か関係があるのでしょうか。まあ、いずれにせよ、いい変化かもしれません。もう二度と悪魔化しないんじゃない？主様。やっぱ、なんかもう絶対覚醒悪魔羊になってるよ、これ。多分強い。さて、それでは主様、そろそろ朝食にしましょうか。キッチンからいい匂いがしてきました。ロノ君が朝食の準備をしてくれているようです。うん。いや、なんか絶対この中二病展開来る気がするんだよな、俺。第9話、東の貴族の長。だいぶ視点変わったね。サルディスケ。ん？イケメン。入れ。この人か、極悪人の元になった人は。この人が指示したってことでしょ？吹雪さんって言うべき。失礼します。夕飯、何か用か。吹雪様。この作戦は、吹雪様のご命令でしょうか？怒ってる夕飯。なんかイベントでまたあったよね、そういえば夕飯に。この作戦とは何のことだ？サルディスケの部隊が行方不明ということにして、悪魔執事を誘い出し、黒蛇の団に襲わせたことです。ああ、それか。私の発案ではないが、許可はしたな。そうか、夕飯。お前も騙されたのか。ダメだぞ。軍人ならもっと疑い深くなれ。今はそんなこと聞きたくありません。どうした？怒ってるのか？このような蛮行、サルディスケのすることですか？私は恥ずかしいです。サルディスケの軍人として。悪魔執事は命を懸けて天使と戦っています。そんな人たちに感謝をするのではなく暗殺を企てるとは。吹雪様、あなたの考えは間違っている。ふむ、私を悟そうとしてるのか？夕飯。サルディスケ当主のこの私を、それなりの覚悟があってのことだな。それは、ほら。おい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 。剣、一体何のつもりですか？私を止めたいなら、その剣で私を今ここで殺せ。何を言ってるのですか？お前がそんなに悪魔執事を助けたいなら、私を殺せばいい。なんていう極論なんだ。私もなんとなく悪魔執事の暗殺を許可したわけじゃない。それなりの覚悟を持って決断している。サルディスケ当主としての誇りだ。どうした、夕飯。
何を突っ立っているんだ。お前の覚悟はその程度か。それは…そんな覚悟で私に説教など垂れるな、ユーハン。私はサルディス家のためなら死んでもいいと覚悟を決めている。サルディス家繁栄のためなら、どんなに冷酷なことになろうと、躊躇なく実行する。だから、この荒れ狂う時代に広大なこの一族を治めていられるのだ。悪魔執事が現れてから長いららしてまってないよ。長い間。私がサルディス家の勢力は、ん?私じゃなかったね。我がサルディス家の勢力はグロバナー家に負けている。こんなおかしな状態は、一日でも早く正さなければならない。ライド高いな、この人。ですが、悪魔執事のおかげで天使による被害者が減っているのも事実です。被害者が減ったから何なんだ。民の命が助かっております。民の命か。それももちろん大事だが、サルディス家が世界の頂点に君臨することが大事だ。それが天使に怯える世界であっても。クブキ様。もちろん、表向きはグロバナー家とはうまくやるさ。だが、裏の牽制はしっかりと進める。政治の基本だ、ユーハン。ですが。お前は優秀な軍人だ、ユーハン。私はお前を失いたくないんだ。だから、今日のことはなかったこととして忘れてやろう。ああ、逆らうこともできず。まあでもこれだけ過激だからこそこの国をまとめてたのかもしれないからな、吹雪様。地下1階執事室。お、ラト視点かな?主様。お、謎くつくるるしゃまってなかった。謎くにかわとる。主様、手を挙げて動かないでくださいね。何してる気?うん。おいおい、修也に何する気?ねえ。もし動いたら大変なことになりますからね。ラト、目つきが怖いよ。何する気?あれあれ?おや、私に怯えているのですか?うん。怯える必要はありませんよ。静かにしていればすぐに終わります。はあ、和やかな雰囲気に、あ、フルーレ久々じゃない?もう大げさに言いすぎ。ただ採寸してるだけでしょ。ラトさん、すごい迫力でした。おや。大げさでしたか?フルーレが私を採寸した時は、これぐらいの剣幕でしたよ、フルーレ。まあ、服に対しては真摯にね、こう、なんと、立ち向かってるじゃねえわ。真摯に向き合ってるからね、フルーレは。真剣な顔になっちゃうんだろうな。それは何度言ってもラトが動き回るからでしょ。ラトが悪かった。主様はラトとは違うんだから、そんなに言わなくても大丈夫だよ。ごめん。すみません、主様。すぐに採寸しちゃいますね。ありがとう。夏服作ってくれる感じ?この流れ。しばらくして。よし、これでおしまいです。また新しい服を作るの?うん。もちろんです。次の遠征先である7番の塔は、ここから北西の山脈地帯にあります。北地は気候的にも寒いですからね。多分まだ雪が残ってるんじゃないかな。あ、冬服作るのね。そうなんだ。それに標高も高いですからね。しっかりとした防寒服をお作りします。頼もしい。ありがとう。それに今回は知能天使の調査。何が起きるかわかりませんからね。防寒もしつつ動きやすい服にしなくちゃ。難しそうだね。いえいえ、俺の腕の見せ所です。なんか楽しそう。俺なら絶対に作れるはずです。もう頼もしいな。すごい自信ですね、フルーレさん。フルーレ。フルーレは衣装作りになると性格が変わりますね。まずは素材からだよね。何しようか。悩んじゃうな。楽しそう。なんか目が光ってる気がするもん。キラキラしてる。楽しそう。その時俺は、ふとベリアンの言葉を思い出した。羊たちは絶望を経験してきている。それはフルーレも例外ではないだろう。一見するとそうは思えないが、きっと内に秘めた何かがあるに違いない。それこそなんか過去にあったやつってフルーレイベントだったっけ、あの時のストーリーは。何だったかな。そこで俺はフルーレにとある質問をしてみた。フルーレは今幸せ?お、この意味深な質問だね。うん。今ですか?
今はすごく幸せですよ。そうだね。主様の服について悩んでますからね。うん、楽しそうで何より。大事な人の服を考えるなんて最高の時間です。そう。フルーレの元気が出てよかったです。昨日は夜、ベッドで泣いてましたからね。泣いてた？一体何があったの？そうなの？なんで泣いてたの？ちょっとラト、そういうの勝手にバラさないでもらえる？どうしたの？おじさんに相談してみな。大丈夫フルーレ。ちょっと悲しい夢を見ちゃって可愛いな。お前理由が昔を思い出したというか、まあ本当に大したことないですからね。俺の心配ないで知られしたまで方、心配なんでしないでください。主様、ラト、次余計なこと言ったらラトの遠征服作らないからね。凍えて死んじゃう。それは困ります。兄としてフルーレの作った服はぜひ着たいですからね。兄としてなんだね。それなら静かにしててね。フルーレさん、僕の服も作ってもらえますか？ムーはさらにモコモコになるの？ムーは毛に覆われてるから寒さには強いでしょ。それはそうですけど。ごめん、冗談だよ。ムーも遠征に行くんだよね。イエス。仲間外れはかわいそうだからちゃんと作ってあげるよ。優しい。ありがとうございます。フルーレさん、いつも明るく優しいフルーレ、しかし昔思い出し泣いていた。やはりフルーレの過去にもいろいろあるようだ。主様。どうしたラト。どうしたの？ねえ、私にはフルーレと同じ質問をしないのですか？何に聞いてほしいの？幸せでしょ？どうして？私にも質問してほしいです。ラトは今幸せと。ラトは今幸せ。もうちゃんと幸せって返せよ。なんか意味深に返すなよ。そうですね。正直幸せというものがよくわかりません。なんか言ってるよ。どういうことなのそれ。私は生まれてからそういうものを実感する機会が乏しかったので。じゃあなんでわざわざ主様に質問させたの？何かしら理由が？主様が困ってるでしょ。もしかして？それは私にも興味を持って欲しかったからでしょうかね。焼き餅ってことか。もうまたわけ間違えた。わけわからないことを言ってる。合ってるか？主様。それじゃあ主様、採寸は以上で終わりです。衣装の完成、楽しみにしててくださいね。ありがとう。終わった。じゃあ次行こうか。ちょっとフルーレ来ないのが寂しい昼夜でありますね。第11話、羊の優しさ。お？遠征前日の夜。主様。どうぞこちらへ。なんだ？ありがとう、ベリオン。どうしたの？それでは明日、遠征に行く方、方は揃っていますね。ベリアンさん。はい、大丈夫です。ああ。ボスキー。ああ。宮地、大丈夫だ。ふむ。ラト。はい、私はここにいます。ベリアン。オッケーだよ、ベリアン。頼もしいメンバーですね。主様。これを伝えるのは大変心苦しいのですが、なんだ。7番の塔は遠いですからね。今回の遠征は長旅になります。馬を使っても数日かかるでしょう。かなり遠いね。本当にね。申し訳ありません。主様には苦労をおかけします。ですがご安心ください。なんだ。旅先でもお手伝いの品質は落としませんので。頼もしいね。ありがとう。さて、今回の目的は知能天使の調査です。はい。そこで皆さんに2つ守ってほしいことがあります。2つ。1つ目は深追いしないこと。相手の能力がわからない以上、無理な攻撃は避けてください。ですが知能天使についての調査が今回の目的ですが。はい。何よりも主様の安全が第一です。私が退却と言ったらすぐに命令に従ってください。わかりました。承知しました。
あの、そしてもう一つ守ってほしいことは、知能天使を討伐してはいけません。討伐しない。どうして？討伐してはいけない。なぜでしょう？知能天使は新たな脅威であると同時に人類にとっての希望でもあります。しかし天使はこれまで謎に包まれていましたが、会話ができる彼ならいろいろと情報を聞き出せるかもしれません。おお、確かに喋れるもんな。なるほどね。わかりました。捕まえてから拷問して情報を聞き出すのですね。うん、すごい物騒。いいね。それはそれで楽しそうです。ちなみに羽の破壊は大丈夫です。はい。とにかく知能天使が話ができる状態なら大丈夫です。わかった。なるほどな。羽狙いか。捕まえたらどんな話が聞けるんだろう。楽しみだね。ハウレス君。実際の細かい戦術は後でハウレス君と打ち合わせしましょう。わかりました。はい、承知しました。主様。明日の遠征は不明確なことが多く不安かと思います。しかし。ですが安心してください。何があってもここにいる執事がお守りします。頼もしい。グリコフでシュウヤンがさ、あ、じゃあ現地着いたら教えてよ。シュウヤン指輪取っとくからスポーツって現実世界帰ったら面白いんだけど。はい。皆さん先頭には手慣れた執事たちですからね。ありがとう。バスティンとか悔しがってないのかな。なんかすごい行きたがりそうな気がするけど。デビルズパレス実質。明日は知能天使調査の遠征。もうそろそろ寝なくてはいけないのに。緊張で眠れそうにない。うー、主様緊張してるんですか。そうだね。確かにいつもとは羊の皆さんの雰囲気も違いますよね。はあ、なんだか僕も少し緊張してきました。ん、誰か来た。え、こんな時間に誰でしょう。どうぞ。主様。お、ナック。失礼いたします、主様。どうした？連れてかないよ。ナック、こんばんは。連れてかないよ、ダメだよ。大丈夫ですか？明日からの遠征、緊張されてるんじゃないですか？ちょっとね、ちょっとだけね。そうですか。そうですよね。無理もありません。はい。こちらのアロマをどうぞ。おお！ついていきたいだけじゃなかったか。ラベンダーの香りがするアロマでございます。枕元に置くと安眠効果があります。ナック、俺のこと心配してくれてありがとうな。ありがとう、ナック。おや？いえいえ、主様の心をリラックスさせるのも執事の仕事でございます。うん、ほん、いい匂いがします。私は。それにこのナック、自慢じゃありませんが、長いこと不眠ですので、そうなの？任せてください。安眠のためのグッズは豊富に持っております。アロマでも寝れない場合は他にも。主様。ラムリ来たよ。おいおい、激しい奴ら来たぞ。主様。激しい激しい。もうこの二人揃うと激しいよ。はあ、せっかくいい雰囲気だったのに。やれやれ。一気に崩れてしまいましたね。ナック。ゲえ、ナックじゃん。でも。まあそんなことより、主様、明日から遠征ですよね。イエスイエス。僕、主様が緊張で眠れないんじゃないかと心配で。心配してくれてありがとう。行こうやな。イエーイ。じゃあチェスを持ってきましょう。いや、もう寝かせる気ねえ。寝かせる気ないだろう。主様。眠くなるまで一緒にチェスしましょう。いや、寝かせて。ラムリ。チェスなんてしたらそれこそ眠れませんよ。はあ。それは主様の決めることだから。うっざ。ナックこそ用事が済んだんなら早く部屋から出ていけば。僕は。今から主様とチェスをするからね。おお、また誰か来た。騒がしい騒がしい。来ないメンバー騒がしいんだけど。お前、遠足前日で寝れない小学生たちか。主様眠れないんじゃないですか。もう、このアモンが眠れるまで横にいてあげるっすよ。あれって、あれ、ナックさんとラムリどうしたんすか。はあ、皆さん同じ考えのようですね。お、また来た、また来た。どんどん来る、どんどん来る。主様。行かないメンバーがどんどん押しかけてくる。お、タッチ悪いぞ、これ。寝る前におすすめの本を持ってきました。ね。俺でよければ、読み聞かせよう。え？で、おぉ、こんなに集まってどうしたの？まあ、そうなるわな。はぁ。これで4人目っすね。みんな主様が心配なのですね。もうみんなで行く？屋敷開けとく？罪な人っすね、主様は。いやいや、それほどでも。何？どういうこと？
みんなありがとう。いいやつらってことだけは伝わった。主様。いえいえ、こちらこそですよ、主様。ありがとうございます。いつも危険な任務、ありがとうございますっす。本当だよ、主様。また来た。誰？主様。ロノン、じゃあ次バスティン来るやん、これ。主様、眠れない時のための夜食を持ってきましたよ。で、なんすかこんなにゾロゾロと。まあ、そうなるな。ほら。これで5人目っすね。いい匂い、クッキー？そうっすけど、主様のですよ。ロノがいいならみんなで食べない？お茶会始まっちゃったよ。ね、もちろん、主様がいいならいいですけど。食べていいの？ラムリ。我慢しなさい。みんなで食べたら緊張もほぐれるかも。仲良くしようか？しばらく会えなくなるからな。なるほど。ですが、執事の立場としては、もう主様もこう言ってくださってるし、ここはお言葉に甘えちゃった方がいいっすよ。うん、そうだね。うん、あ、わかりました。イエーイ、やったー。なんだか楽しいですね、本当に。なんかよくわかんねえけど。どうぞ召し上がってください。ありがとう、ローノ。これバスティン来るんじゃないの？その後しばらくみんなで談笑をした。あれ、バスティン来なかった。羊たちは本当に優しい。安心した俺はその後眠りにつくことができた。そして次の日、遠征へと出かけたのであった。おしまい。はい。ということで、まあ時間もいいところまで来てるんで、今回はここまでですかね。次回は遠征当日迎えましょうかね。うん。バスティン来なかったんだけど、これはもしかしたら、バスティンが来る流れなのかもしれない。自分は明日行く気満々だったので寝ましたって言ってくるかもね。それではシアンでした。この次が気になるようでしたら、ぜひチャンネル登録してくれたらとても嬉しいです。それじゃあまたね。